せめぎ合う必要悪の倫理をかざし迷走した価値観がついに暴徒化して終わるのか遥か二重に世紀を目指し時の川を越えた小一生アクセスしたらそこは危険なボーダーライン全人類の存続かけた無限世界を守るファッション覚悟は期待多分